お姉ちゃん、子供の迎えよろしく。昨日も私が見たでしょ？無理だよ。そんなの困る。お姉ちゃんの仕事なんて猿でもできるじゃない。昨日は早退までして迎えに行ったんだよ。明日プレゼンだから準備で忙しいの。何カッコつけてんの？猿並みの仕事しか任されてないくせにさ。そんな言い方しないでよ。私なんてプロジェクトリーダー、できる女の忙しさなんてわかんないわよね。だからって、母親はあなたよ。でも家族なんだから助け合うべきでしょ。できるだけ協力してるでしょ。だったらお願い、あと夕飯も作っといて。冷蔵庫になんもないから買い物もして。今夜はさくらの好きなシチューがいいな。何言ってんの、家政婦じゃないんだから。さくらがお腹空かせるでしょ、かわいそうじゃない。そりゃそうだけど、迎えに行けたとしても時間がないから、お惣菜とかでもいいじゃない。子供には愛情こもった手作りの食事にしないと、グレたらどうすんのよ。たまにお惣菜使ったってグレたりしないわよ。そんなのわかんないでしょ。お姉ちゃんに責任取れんの？そんなことまで知らない。だったらうちの方針に口出ししないで。何言ってんのよ。うちの息子にお惣菜も食べさせてたけど、グレたりしてないわよ。でもあんまり賢くないよね。はい？私立中落ちて公立行ってるよね。ちょっと高望みしすぎたの。それとは関係ない。私はね、お姉ちゃんとこと違って賢い子にしたいんだよ。だから今からいろいろ気使ってんの。それなら勝手にしなさいよ。とにかく早くお迎え。お願いだから誰か他の人に頼んで。だってお兄さんも都合つかないって。うちの夫にまで連絡したの？当たり前じゃん。義兄ってことは家族でしょ。まあそうだけど。なのにお兄さんってば、頼んでも無理しか言わないんだよ。最悪。夫は決算時期で手が離せないからね。そんなの私には関係ないもん。どうせ大したことない会社なのにね。そういうこと言わないで。ご主人はダメなの？夫はね、超エリートだから仕事がめっちゃ忙しいの。お兄さんとは違うんだからね。だったらシッターさんとかにお願いしたら？シッターに頼んだらお金がかかるでしょ。多少お金がかかっても仕方ないじゃない。じゃあお姉ちゃんが出してよね。は？頼めっていうのはお姉ちゃんなんだから、だったら払うのが当然じゃない。あのね、こっちは手伝ってあげてるんだよ。家族なんだからやってよ。あー、もう保育園から電話が来た。私もうすぐ会議が始まっちゃうから、すぐに迎えに行ってよね。じゃあ。ちょっとさゆみ、もう仕方ないから今日だけよ。今度はシッターさんとかに頼んだよね。私は陽子、36歳、中学1年の息子と夫の3人暮らしです。夫とは職場で出会い結婚。子供ができても仕事を辞めずに続けたので、とても大変でしたが、母の協力でなんとか乗り切りました。妹のさゆみは2歳になる娘がいます。半年ほど前に産休を終えて復職しました。小さい子を抱えての共働きの大変さはよくわかります。頼りの母は数年前に他界したこともあり、私と夫はできるだけさゆみ夫婦を助けてあげようと話し合いました。私は行けるときは早退して迎えに行き、夫も休日に面倒を見たりなど、かなり協力してきたつもりです。でもそれをいいことに、さゆみは私たちへの要求がエスカレートしていったのです。さくらがおたふく風邪にかかっちゃって、明日から1週間仕事休んでよ。そんなに休めるわけないでしょ。無理に決まってるでしょ。じゃあまさきさんとうまくやりくりしてよ。交代で休めばいいじゃん。勝手なこと言わないで。1日ぐらいならなんとかするけど。1日なんかじゃ無理。1週間なの。お医者さんがそれくらいは登園できないって言ってんだもん。最近は病児保育とかあるじゃない。そういうのを頼んだら。ああいうのはね、予約がいっぱいでなかなか空きがないの。そうなの？お姉ちゃんはお母さんが面倒を見てくれたから、こういう苦労知らないんだよね。ずるいよ。そんなこと言われても。私だってお母さんがいれば頼めたのに。ご主人のお母さんにお願いしたら？わざわざ新幹線で来てもらうの？それにお母さんが来たら、いろいろ口出しして面倒だから嫌なの。それくらいわかるでしょ？そんなこと言われても、1週間も休めないもの。新幹線の料金がかかるし、お土産だって帰りに渡さないとならないから出費もかかるもん。お姉ちゃんがお金出してくれんの？またそういうこと言う。夫婦で働いているんだから自分たちで何とかして。
保育料だってバカになんないからそれ以上は出したくないもん。子育てっていろいろお金がかかるけど仕方ないでしょ。お金があるならさくらにバレエや英会話を習わせるために使いたいもん。こんなことのためじゃない。まだ2歳なんだから今はまだ必要ないでしょ。習い事はね、早くから始める方がいいんだよ。じゃないとお姉ちゃんちみたいになっちゃうと困るじゃない。あのさ、うちの子をそこで持ち出さないでよ。私立中学受験失敗ってもう人生オワコン。大学も大したところには行けそうもないよね。そんなのわからないでしょ。それに本人の行きたいところに進めばいいと思っているし。何それ、東大はおろかマーチすらすでに諦めてんじゃん、かわいそう。ちょっとひどくない？さくらはそんなことないように早くから理想的な教育しないとね。それなら仕事を辞めて育児に専念すれば。は？仕事辞めたら今までのキャリアが無駄になるし、お金もたまんないでしょ。何言ってんの？それはわかるし、もったいないと思うよ。でもそこまでの理想の子育てをしたいなら仕事をしながらは結構きついでしょ。だから家族で協力し合って子育てするんでしょ。わかってんの？はい。その責任はお姉ちゃんにもあんの。あとお兄さんも家族なんだから同じように子守りをしてもらわないと困るのよ。当然でしょ。ちょっと待ってよ。できることは協力するけど、当然のように要求するのはおかしいでしょ。何もおかしくないでしょ。だから1週間休みをお姉ちゃん夫婦でやりくりしてよ。絶対だからね。ちょっと無理だから、勝手にそんなの決めないで。あれ、既読にならない。うちでは断ったからね。ちょっとどういうことよ。さくらを連れてったら家にいないじゃない。仕方なく昨日は面倒見たでしょ。でも今日は無理って何度も言ったでしょ。そんなのひどいじゃない。私が休みを取るのにあちこち頭下げて大変だったんだよ。なんだ、やれば休みが取れるんじゃない。上司に怒られたり嫌味を言われたり大変なの。すごく嫌な思いしたんだからね。職場の理解がないと子育てするのも大変なのは事実だけどね。上司にまたかって言われて、次は休ませないって言われたの。私がクビになったらどうすんのよ。それは私に関係ないよね。会社の問題じゃない。何よそれ、他人事みたいに。他人事だもん。ひっと、そんなに冷たいことばっかり言うなら家族の縁切っちゃうよ。いいの？いいけど。え、かわいいかわいいさくらに会えなくなってもいいの？さくらがせっかく陽子おばちゃまって言ってくれるようになったから会えないのは寂しいな。なら子守りしなさいよ。それよりさゆみは昨日どこにいた？え、会社だけど。昨日会社に連絡したら子供の病気で休みを取っているって言われたけど。なんで会社に連絡すんのよ。さゆみに電話しても出ないからよ。それはその、いい会社よね。月に3日の看護休暇をくれるんだってね。あとは有給扱いだけど可能な限り協力してくれてるんじゃない。で、今月はすでに5日も申請済みなんだって。だってさくらが熱を出したりとかいろいろあって。確かにまだ小さいから熱を出したりもしやすいよね。でも保育園にも確認したら、お休みの日って全部私や夫が面倒見てる日だったよ。そんなことないよ。うちの夫が早退した日だって1回あった。へえ、1日ね。で、セミがさくらちゃんのためにお休みしたのはいつなのかな。夫にそのことを話したんだよね。そしたらこんな写真をくれた。外回りの途中で見かけてあまりにもびっくりして言えなかったってさ。黙ってることないのにね。そのまま永久に黙ってればいいのに。で、相手は誰？その、これは曲がり角で偶然ぶつかったらこうなった。なわけないでしょ。どういうことか説明しなさい。知らない。じゃあご主人に聞くしかないね。ダメ、それはしないで。ならちゃんと説明して。記憶にありません。あ、手が滑った。え、な、何？ごめん、うっかりご主人に写真送っちゃったわ。へえ。へえ、浮気相手は彼の友達なんだ。だって夫よりかっこよかったから。はい？やだ、夫から LINE が来た。元気のしてる。どうしたらいい？さあね。離婚されたらまずいんだけど。二人でよく話し合いなさいよ。ああ、その間さくらちゃん預かろうか。
前にも一回この人との浮気がバレて夫にはもう別れたって言ったんだよね。まずい。え、まさか二度目なの？あ、まあね。はあ、あと会社からも怒られると思うよ。なんで？だって嘘ついて看護休暇取ってたんだよ。当然だよね。下手すると減給かな。どうしよう、こんなはずじゃなかったのに。夫からも会社からも責められるなんて嫌だよ。ねえ、なんとかしてよ。お姉ちゃん家族でしょ。困った時はお互い様だよ。困った時はね。でも今の状況はさゆみの自業自得だからよく反省しなさい。じゃあね。ちょっとそんなこと言わないでよ。なんとかしてよお姉ちゃん。さゆみの夫は別れたはずがまたよりを戻していたことに大激怒、離婚となってしまいました。そしてさゆみを家から追い出し慰謝料の請求中、さゆみは会社に嘘をついていたことが問題となり居づらくなって仕事を辞めてしまったようです。浮気相手が既婚者だったこともあり行く先をなくしたさゆみは私に泣きついてきましたが、もちろん無視。今は借金を抱えパートを掛け持ちして必死に働いているようです。さくらちゃんは今では大好きなおばあちゃんが来てくれて面倒を見てくれています。私たちも時々さくらちゃんと一緒にお出かけをしたりと楽しく過ごしています。元気いっぱいのさくらちゃんがいつも笑顔でいてくれるといいですね。